株式会社エクシングは通信カラオケ等を主業務とする会社。東証一部などに上場されているブラザー工業グループで本社は愛知県名古屋市水北桃園町3番8号。主にジョイサウンドとウガを運営している。1992年にブラザー工業、インテック、キューブラザー販売の3社によって業務用通信カラオケ、ジョイサウンドの企画、 開発を行うために設立された。ジョイサウンドの企画、販売や各種情報サービスの提供、携帯電話用着信メロディ配信サイト、ポケメロジョイスをはじめとする携帯電話用コンテンツの企画、制作、配信などを行っている。特にジョイサウンドはかつて通信カラオケ業界でシェア1位だった時期もある。かつてエクシングの直営であったカラオケボックス、ジョイサウンド直営店や、 飲食店などの運営は、子会社のスタンダードへ一貫している。1990年代半ばから2000年代初頭に、かけては、エクシングエンターテイメントのブランド名で、家庭用ゲーム機向けにゲームソフトの開発、発売を行っていた。また、ブラザー工業のパソコンソフト自動販売機、ソフトベンダータケルの事業末期には、通信システム事業の一環として、業務を引き継いでいた。 2006年4月1日、カラオケ、孫悟空を展開する、日本ビクター系の子会社である、ビクターレジャーシステムの全株式を譲り受け、同機種の権利を獲得した。また、X2000 と後継機種ラベカを展開していたタイトーとは、かつて通信カラオケ事業において関連製品の共同開発や楽曲の総合提供を行っており、2006年7月1日には、 回答から業務用通信カラオケ事業の譲渡を受けた。さらに2009年9月には、親会社のブラザー工業が、優先の子会社でウガなどを運営する、業界シェア2位の BMB 買収で優先と合意したことを発表。2010年1月には、エクシングが BMB を買収、完全子会社化したことで、エクシングと BMB を要するブラザー工業グループは、ダムを運営する。 第一交渉に次ぐ業界シェア第2となった。そして2010年7月1日付で BMB を九州合併しうがもエクシングが運営することになり、業務用通信カラオケ業界はエクシングと第一交渉がほぼ100%の業界シェアを握る伏線状態となった。BMB は法人としては消滅したが、旧 BMB から引き継いだ製品のブランド及び、 海外向け製品のブランドとして、現在も存続している。なお、BMB の吸収合併に伴い、人からの商標権も取得しているが、同商標はもともとセガからを製造していた、セガミュージックネットワークスが保有していたものを、BMB が全株式を取得し合併した際に取得したものである。2013年8月5日から、以前から、危機器開発で協力関係にあった。 韓国のカラオケ機器メーカーの金ひさしと提携し、金ひさし製の機器の日本総代理店となる予定。なお、同年5月からは先行して逆に、ウガネクストが韓国国内で販売されているが、もともとウガネクスト及びユギャナビキングは、金ひさしが開発、生産していたものである。また、KMSA100 は、以前から金ひさしの日本法人である KY ジャパンが販売していた。 多数、ありがとうございます。